ミッチェルで言いかけたのは、はい、要するにミッチェルとブランソンのバックコートで完成形とかそういうことじゃなくて、うん、まあ、結局はニューヨークっていう市場があります、うん、まあ、ミッチェルというオールスタークラスの選手も来ました、はい、じゃ次の選手を呼び込む、まあ、一石を投じるっていう意味で、まあ、うん、ニックスはミッチェルを取るんじゃないみたいな現地から聞こえた意見でした。あ、なるほどね、うん、まあ、やる気あるよと、チームとしてやる気あるし、優勝したいやつ打ち来いっていう、ね、そう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 、うん、あ、それの布石としては、まあ、悪くないのかなとは思ってるけど、でも、うん、ごめん、今俺ドノバン・ミッチェル大好き、もうバッシュも持ってるミッチェルモデルの、だけど、そうなんですね、はい、ニューヨークがそこまでして取る価値がある選手なのか、もっと言うと旬がいつになるかわからない選手だと思うんですよね、うんうんうん、もちろん今まですごくいいし、まあ、ダンクとかも派手でしたけど、まあ、ゆくゆくは優秀な PG にならなきゃいけない、まあ、シューティングガードというよりはやっぱあの身体能力が何歳まで持つのかちょっとわかんないんで、はい、ゲームメイク能力とかも持たないとちょっと選手寿命どれくらいあるのかっていうのは分かんない選手じゃないですか、うんうん、そこまで、だからニックスがそこまで躍起になって取りに行く価値があるのかっていうことも思うんですよ、うん、バレット出してまでっていう、うん、そうですね、どうでしょう、うん、だからカワイ・レナードを取ってその後ポール・ジョージが来た、うん、クリッパーズ的な発想、うん、がいいんじゃないかなって思います。なるほどね、うん、だからあくまでもそのミッチェルを取るのは、うん、次の大物がその後にこうついてくるみたいな。なるほど、うん、まあ魚のサイズを徐々に大きくしていくというか、もっと大きな魚が食いついてくるのを待つみたいな、そうか、まあ確かにニックスはそういうなんかこうね、旗振り役になるようなスターがまだ、うん、そうっすね、でも志望道のとこ行きたいかなみんなっていう、ね、まあ RJ でも、あ、うん、俺は RJ 絶対出しちゃいかんだろうと思うんだけどな、うん、そうっすね、うん、あとやっぱり、うん、そうなんだね、ミッチェル面白いけどやっぱサイズがないのもちょっと厳しい、どうなんだろう、シボドーとドノバン・ミッチェル相性いいのかどうか、ここはちょっと、うんうん、分かんないですけどね、うん、そうなんですよね、うん、だから完成形ではないと思いますよ、なるほど、絶対、うん、ミッチェルが入って終わりっていう、うん、まあそれだとちょっと、まあ、チーム作りとしてもうん、ね、うん、なんか言葉選びが難しいですけど、うん、はい、うん、そうそうそう、うん、というわけで皆さん、また次回お会いしましょう。 See ya! ピッカーサでした。 Yeah!